こちらが製図になります。 XS と S サイズの製図になります。こちらの数字が小さい方が XS、 こちらが S サイズです。こちらも XS、S です。一つしかない数字は共通のサイズになります。このパンツのラインはこの同じ26センチあたりから書いてください。そしてここのカーブがなだらかになるように書いてください。パンツには縫い代が入っていない数字になります。こちらのベルト布とポケットは縫い代込みのサイズになっています。こちらのベルト布の横幅はパンツ4枚を縫い合わせた後に実寸を測って長さを決めてください。ベルト布は出来上がりが3センチ幅になります。平ゴム2センチ幅のものを用意してください。こちらが M サイズ、L サイズの製図になります。ゆるテーパードなので幅はゆったりめに作っています。こちらが折り伏せ縫いで今回パンツを作っていますが、その際につける縫い代のサイズになっています。ウエストは1センチ、裾は3センチです。このサイズで縫い代をつけてください。すべてジグザグミシンで縫い代を始末される方は、裾以外を1センチの縫い代にして作ってください。パンツのこの部分をカットするときには、ここが出来上がり線、ここがパンツの縫い代だとしますと、ここに合わせて折ります。そしてサイドの斜めのカットをこのようにしてください。そうすると縫い代がこういう形になります。このように裾をカットするときには折ってカットしてください。まず最初にポケットをつけていきます。6センチの点とここから17センチの点を取り、点と点をつなげてこの斜めに線を書きます。斜めに線が書けましたら、表の生地と合わせていきます。中表に合わせてこちらのまたぐりがない直線の方に合わせていきます。生地をこのように合わせましたら、このラインを直線縫いで縫っていきます。縫い終わりましたら縫い代1センチを残してカットしてください。先ほど縫った部分を1センチにカットして、生地を表に返してきました。表に返すとポケットがこのようについています。こちらがポケットの入れ口になります。こちらを布端 1-2mm と布端から1センチ2本押さえのステッチを入れます。こちらとこちらに
ミシンを入れます。押さえのステッチがかけられましたら、ポケットの底を作っていきます。このようにポケットを半分に折ってください。このようにポケットを半分に折って合わせます。こちらをこの端からこの角から8センチの点を取って、こちらに自然な形でカーブを描いてください。こちらのカーブをカットして、こちらからこの端まで縫い代1センチで縫います。縫い代1センチで縫いましたら、ジグザグミシンをかけてください。このようにカーブから端までを縫って布端の処理をしてきました。こちらが縫えましたら仮縫いをしていきます。こちらのポケットと前身ごろが重なっている部分を布端から5ミリで仮留めします。そしてサイドの前身ごろとポケットが重なっている部分、こちらも縫い代5ミリで仮縫いします。仮縫いができましたら、このようにポケットがついていることになります。次にこちらのサイドになる部分を縫い合わせていきます。体の側面に当たる方を折り伏せ縫いしていきます。こちらがポケットになります。6ミリほどずらして、このように合わせたら、縫い代分を折って折りながらミシンをかけます。その際はこちらの折った布端ギリギリのところを縫っていきます。これを前身ごろの布とすると、このように6ミリほどずらして、このように合わせます。下の布をこのずらした分折っていきます。そしてこちらの布端ギリギリの上を縫っていきます。この縫い方で裾まで縫ってください。サイドをこのように折って布端ギリギリを縫ってきました。次に布を広げます。布を広げて、こちらの縫ってきた生地を このように倒していきます。倒して布端のギリギリこちらの折った布を倒して、こちらの布端ギリギリを縫っていきます。縫い上がりはこのようになります。表から見るとこんな感じで、裏から見るとこのようになっています。両足のサイドが縫えましたら、次にまた下を縫っていきます。前身ごろを下に置きます。後ろ身ごろを上にします。このように 5,6 ミリずらして、このようにここが 5,6 ミリです。 5,6 ミリずらして、こちらを先ほどと同じように折り伏せ縫いしていきますので、こちらの布端ギリギリを縫います。
両足同じように縫えましたら、先ほどと同じように布を広げて、こちらの縫ったところを倒して 1,2 ミリで縫っていきます。次に裾を折ります。裾は1センチ折って2センチ折る三つ折りにしてください。こちらの布端を1周ぐるっと縫ってください。左足に当たる方のパンツを表に返してください。そしてこちらを裏返しにしたままの右足に入れていきます。そしてまたぐりをしっかりと合わせて揃えていきます。こちらのまたぐりを同じように折り伏せ縫いにしていきます。こちらの右足に当たる方の生地を下に置きます。左足に当たる方の生地を上にして6ミリ程度布をずらします。このようにずらして同じように折って、こちらの布端、ギリギリを縫っていきます。縫い終わりましたら、同じようにこちらを倒して、広げてこちらの布端を縫っていきます。これでまたぐりの折り伏せ縫いができます。こちらのまたぐりを折り伏せ縫いで縫わない方は、補強のために、二重に縫ってください。そしてジグザグミシンをかけてください。ウエスト布を作っていきます。ウエストの実寸を測って同じ長さにします。幅は8センチにしています。こちらを輪の状態にして縫っていきます。1センチ縫って3センチ開けて4センチ縫います。縫い終わりましたら縫い代を割ります。縫い代を割ってこちらのゴムの通し口になる部分を四角く縫って補強してください。こちらをパンツにつけていきます。パンツを表に返します。中表に合わせていきます。こちらのゴムの通し口は下に向けてつけていきます。ゴムの通し口は、後ろが一般的ですが横につけても大丈夫です。お好きな位置につけてください。こちらを合わせていって布端から1センチで1周ぐるっと縫います。こちらをウエストを縫い代1センチで縫ってきました。この縫い目に 1,2 ミリかぶせるようにこの1センチ折った布をこのように合わせていきます。落としミシンをしていくのでこちらの境目に針を落としていきます。ここに針を落とすとこちらの布端 1,2 ミリのところにミシン目ができるようになります。を通してきました。これで出来上がりになります。今回は TC ブロードというポリエステルとコットンの生地を使いました。ポリエステルが入っているのでシワになりづらく
座り仕事や座る機会が多い方でも気にせずに履いていただけると思います。このようにゆったりしたラインになっていますので、締め付け感もなく着心地がいいと思います。丈は短すぎないようにくるぶしあたりの長さにしています。お好きな長さに変更もしやすい形になっています。季節的にも長く履いていただける一着だと思いますので、よかったら参考に作ってみてください。